今日はパルメザンチーズを使って忙しい時も簡単に作れて満足感のある丼レシピを2つ紹介します。冷凍してあったりするとちょっと水分が出てきたりするので、そういう場合はペーパーで水分を取ってから調理するとすぐにカリカリになりますので。油揚げはあまりいじりすぎずにカリッとなったら返すぐらいの気持ちで。で、油揚げも旨味はあるんだけれど、チーズを合わせることでまたぐっと旨味が、全体の旨味が出てくるかなと思いますので。お家にあるもので何でもいいと思うんですが、何かしらちょっとフレッシュなお野菜が入った方が味のバランスはいいかなと。お漬物でもいいと思いますよ。チーズってどうしてもこう洋風なお料理に使いがちなんですけど、私はお出汁とかお醤油とか調味料にとても合うと思いますので、旨味がぐっと出ますね、チーズ入れると。だから余計な調味料がいらなくて済みます。ご飯にのせてもいいし、パンにのせてもいいし、あとおそうめんとかおうどんを茹でて何でも挑戦してみてほしい。水気を拭いて塩をして、で10分ぐらい置いて、そうすると中から余分な水分が出てくるので、それをまたペーパーでしっかり取るっていう、この3つの工程を取っていただくと、お魚の生臭みとかえぐみみたいなものが取れて美味しく出来上がりますので。チーズの衣をつけて焼くことでコクが出て食べやすくなるかな。お子さんから大人まで幅広い世代に食べていただけるんじゃないかなと思って。でね、割とこうホイールが出てくるというか、ホイールつけない方がしっかり張り付いてくれる。チーズを衣に使って焼くことでしっとり感ももちろん出るんだけど、満足感が得られるようなボリュームが出ますので。チーズっていうふうに思ってしまうとなかなか使い切れなかったりするんですけど、もう本当に調味料とか味出しとか香り付けとかっていうようなことを考えながら使うと、何でもチーズ振って食べたら美味しいんじゃないかなと思います。